韓国内の一南館山城は、軽気道甲州市、河南市、城南市に広がる南館山にある山城。行政上の住所では、甲州市南館山城面山城里である。日の絵根の役の際、人祖が入場して清市と対抗した場所である。1950年代に、李正万大統領によって公演化された後、現在、同立公園に指定され、 多くの市民の訪ねる場所となった。2014年、ユネスコの世界文化遺産に登録された。南関山城は、ソウルから南東に、約25キロメートル離れた、甲州市南関山城面山城里に位置しており、京畿道甲州市、河南市、城南市にまたがっている。1963年1月21日南関山城の城壁が、 国家史跡第57号に指定され、1971年3月17日南関山城は、景気同立公園に指定されて、5年後の1976年7月1日管理事務所が、解消されて、現在に至っている。今は、周辺市民たちに素晴らしい安らぎの場と同時に、健康のための山登り散歩コースとしても、人気を集めている。くだらし孫孫が、 南海山城と関連付けられたのは、朝鮮初期、九だら最初の首都、カナに霊城が、南海山城と考えたからである。朝鮮王朝実録、新造東国四商欄、大東野城、連、赤座室記述、四地図書、大東知史など大部分の李氏朝鮮時代の地理、関連資料は、南海山城が、九だらの古城だと主張しているが、謎のままである。 感情にちょうどというを移した李氏朝鮮の立場で、感情が国家の首都としてふさわしいところなのを強調しようとしたのである。しかし、重廷南関氏の著者である高高志保だけが、ウ薫ンの経髄録を引用して、このような主張にことを唱えたが、認められることはなかった。南関山城の最初の築城に対する二つ目の説は、 白木時代に築かれた昼頂上という主張である。三国式の記録が根拠だが、三国式に昼頂上が、観光遺南の、観山に昼頂上を築いたが周囲が4360歩、あるという記録がされていて、観光流域を巡り行くりくだらと、熾烈な戦争の中だった白木が、観光遺南に大規模な城を築く、必要性も十分だったからである。 当時館山地域の山城の中でこの記録に近接した山城は南関山城が唯一である。また、李氏朝鮮時代の記録にも昼頂上の城壁の長さが3993歩や戦争台の不白尺では17400尺などと記録されている距離を今日の単位に換算して計算すれば昼頂上に関する記録は似ている。 人祖当時の改築時の記録には、昔の敷地に沿って、南関山城をまた築くようにしたという記録が、昼長城が南関山城という説を裏付けていると解釈されている。高麗時代の記録は曖昧で、元の高麗侵入当時1231年と1232年の2度、甲州城で元軍を退けたという記録があるが、 甲州地域に所在する山城は二星山城と南関山城だが、六世紀中央に築城された二、星山城は規模が小さくて、牢城専用というより、海火遊城のように、行政中心地の性格が強いので、上の記録にある甲州城が南関山城として推定されている。先に言及された、利用下の母子名には、元軍が侵攻した時、 城を修理したとなっており、高麗市に京敏王10年に黄金の敵が侵攻した際、京敏王が開け刑を放棄して、避難の途に着くと、公衆周辺住民たちが皆山城に登ったという記録が、高麗時代の記録のすべてである。ただ、記録資料や発掘された高麗時代の遺物が少ないという点を挙げて、 戦争状況で一時的に使う牢城専用場だと推定している。戦略拠点として南関山城の重要性は体操の台に本格化したと見られる。1401年両党に行ってきた立志への報告に基づき民が朝鮮を侵略するかもしれないという危機感が高まると体操は国境と内陸を問わず軍別に山城を築き、 既存のの山山城城をを改築築しし中心の防御体制を構築し始めた南韓山城もこのような国防政策によって清掃台に軍事施設として利用し始めた。まだ体操から清掃台に南韓山城が改築されたという記録はまだ発見されていないが、清掃実録地理士で南韓山城に対して比較的、 詳細に元況を把握した記録があるのだが、この記録は、南関山城を利用するために元況を把握したことと見られ、従って、これを通じて、当時改築や修理はしなかった。豊臣秀吉による、文録、慶長の役の最中1596年、龍成り立が、南関山城を戦略的拠点にすることを主張し、戦争36年に、 また定期したりもしたが、実際、南関山城が整備され始めたのは、公海君十13年に岩きとして、改築工事を始めてからである。この時一部が集築された。しかし公海君は、完成を見られず、南関山城が、本格的に今のような形態に増築されたのは、人祖の代になってからである。 人祖は公海君が終えることができなかったことを受け継いで1624年から1626年まで2年間工事を推し進め、工事完了後、公州木を南関山城に移転し、修行長も同じ日に南関山城に設置された。城の周囲も6927歩となった。1636年の日のエネの役で、新興国家の真の侵略に対して、 人祖と、朝鮮軍は、南海山城で牢城を始めたが、結局食糧不足で城門を開いて降伏した。朝鮮は、南海山城で、清に屈服することになった。南海山城も朝鮮戦争は、避けることができず、城壁と木内の建物が破壊されるなど損害を受けた。李正版大統領が、南海山城を国立公園に指定したが、4月革命後に、 樹立された第二に共和国はこれを取り消し、1971年に同立公園として指定された。1975年から復元事業が始まり、1997年まで城壁 5.1km を修復した。現在城南市と甲州市両方向に南関山城を貫く道路は1974年に開通した。 現在は城壁などの遺構が残る一方、ソウル市民や景気道民のレジャースポットにもなっている。そのため休日には南韓山城の真ん中で登山者がしばらく休むために造成された公園で主演が開かれている。しかし、2016年に JTBC に複数の簡易机が設置された周辺で違法な露店によってマッコリなどの酒やかまぼこなどの つまみが販売されていて、それを、松林の下でマットを敷いて飲み食いしている、韓国人や酔って登っている、登山客が多数いるが、山城管理所の車両は、城に沿って店主が大声を出して開店中の露店を、見て見ぬふりをして通り過ぎることが問題だと、報道された。南に山城の現実として、ハイキングコース周辺を掘ると、大量のゴミが埋まっていて、 登山口の入り口に製造年月が1974年8月のゴミが捨てられているというように数十年にわたってゴミが放置されていると報告された。JTBC によると目に見える文化財は正常に保存されずに第一難関上、整備工事現場では立ち入り禁止の建札は床に転がっていて、城に沿って隠し建築資材も放置され、 発掘された塀が雨風によって侵食されることを防ぐために必要な青いシートが破れてしまっている。昔の塀が追加で発見されたために既存の復元工事が中断された後予算が足りず追加で予算を受けて発掘と設計をしなければ即座に進行をすることができる部分はないとして放置されている。 南韓山城で出土した異物保管の問題も解決されておらず、韓国政府は世界遺産登録時に異物3000点余りを保持する博物館を建設するとユネスコに約束したが守っていない。ユネスコ世界文化遺産登録当時の南韓山城の価値を世界的に認められたと言わったが、文化遺産を管理して維持しなければならない責任は、 果たさしていないために登録から2年が経過した2016年の南関山城の姿はみすぼらしいと報道された。南関山城の全般的な地形は、西陵山を中心に休憩者になった、河口マガ岩の流起準平原として手法である、西陵山を中心に、北のレンジ法、東のもちづき法と、南に、いくつかの峰を連結して築いた城である。 そして南関山城の城壁外は休憩斜だが、城の中は、傾斜が緩く、河口変魔岩の流起順平原で、広い丘陵性盆地である。決して緩くない山自体の傾斜が城壁と結合して、固い自然防御線をなす関係で、攻撃する。側の立場では、かなり遠く感じられる。それに四十六時中水が絶えず、長期間の牢状にゆるりである。 しかし盆地内には高山地帯である関係で河川は微弱で山城川が唯一の河川でもって新植国を成している。そして山頂の休憩斜面に比べて北部山麓には傾斜が下部に行くにつれ緩い山麓間斜面が発達している。年平均気温は隣接地域とは高度差により 約4度くらい低い気温差があり、年平均降水量は1300ミ、mm、リメートルから1400ミ、mm、リメートルで、晴れの日の平均日数は約204日で春と晩秋に多い。山間地域の季節の変化は、平地より1から2週、遅く、春が来、早く、冬が来る。サイモンモンローとサイモンの城壁の一部南館山城の亀城この世界遺産は、 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ユネスコ世界文化遺産を評価するための顕著な普遍的価値をもとにした登録基準のうち南関山城は世界文化遺産登録基準等を満たしている遺産である。登録基準南関山城は国際戦争による東アジアの武器発達と追記術が相互交流した顕著な証拠である。 南関山城は、朝鮮の自主権と独立性を守るため、有事の際の一時的な首都として機能するように、計画的に築造された、唯一の山城都市である。登録基準、南関山城は、険しい地形を利用して、城郭と防御施設が構築されており、7世紀から19世紀に、至る追記術の時代別発達段階をよく、示している。 このような価値を中心とし、景気道と景気文化財団は、南韓山城のユネスコ世界文化遺産登録を目指し、様な事業及び研究調査を行い、その結果、2011年2月に文化財庁から、韓国暫定リストの中から、ユネスコ世界遺産優先登録推進地に、選出2013年1月に登録申請書を世界遺産センターに提出し、 2014年6月、カタールのドーハで開かれた第38回世界遺産委員会でユネスコの世界遺産に登録された。王がソウルの宮廷から都の城の外に行行する場合、一時的な居場所とするところを暗宮という。南韓山城暗宮は戦争や内乱など有事の際に、 後方の援軍が到着するまで、宮廷の代わりに避難所として使用するために人祖4年に、混流された。実際に、人祖14年に、日のエネの役が勃発すると、人祖は、南関山城に避難して47日間交戦した。一行も、宿僧、英祖、清祖、明羅衆、高僧などが、李州、一丁などの五領への行行の際に用いた。 南韓山城安宮は、朝鮮時代の都の城の宮廷の形式に従い、血内館長である外朝、政務空間の地朝、王の神女の燕朝で、三つの空間である、三笹の原理と、前方に王の執務室があり、後方に神女を置く、前朝サーの配置形態を導入した。安宮への、前朝サーの原理を導入したことは、 南関山城安宮をはじめとし、北関山城安宮の建設にも影響を与えた。南関山城安宮は、創病と社職を置いている、唯一の安宮で、一般的な安宮にとどまらず、有事の際に一時的な首都として、重要な役割を果たしたところである。料金制度が廃止され無料で入場できる。ありがとうございます。